の一本こちらヴィンテージルネッテ、まあヴィンテージメガネですね。はい、すごい色合いです。あとブリッジ、ヴィンテージですこれ。フランスの綺麗なメガネです。今日もかなりいろんなお客様に来ていただきました。このティアドロップのウッドこんなに書きこなせる方はやっぱり外人の方だけですね。カナダの方ですよ。すごい。いやさすがですね。今日も銀座は人がいっぱい。この中で中国の方はどのぐらいいるんでしょうか。うちには中国のお客様がの爆買いが全然爆買いとは縁がありませんね。中国のお客様の爆買いが来てくれればいいんですけど、うちも今からアラン・ミクリさんに行きます。今アドラーの心理学をこう読んでます。すごく面白いですね、アドラーの心理学。最近子育てにも悩んでたところすごく役に立つアドラーの心理学か。